どうも、ドズルです。さあ、今日はですね、クラチャンリーグタウンホール級戦術別、動画ラストですかね、今日ご紹介するのは、昨日と一昨日では、ナックルと、そしてクイヒーラバルをご紹介していったんですけれども、今日はですね、ゴレイズ系、一番王道の攻めをお送りしていきたいと思います。まあ、ゴレイズ系といってもね、いろんなユニットと組み合わせることによって戦術っていうのたくさんあるんですけれども、今日紹介するのはゴレサンゴレイズですね。ゴーレム3体を使って、序盤スタートしていく攻めなんですけれども、組み合わせによっては例えばゴレホグですね。ゴレサンゴレホグだったり、ゴレサンバルーンだったり、いろんな戦術が、ございます。まず見ていくのはワタルさんの攻め、ゴレサンゴレホグから見ていきましょう。で、このゴレサンゴレホグっていうのは一つすごい、いいっていうかね、特徴的なこととしてはかなり安定して、星さんが狙いに行けるというところでね、破壊率もかなり伸びますし、ゴーレム3体をうまく使うことによってね、結構安定したこうなんて言うんだろう、進み方がね、できるので、他の戦術よりも事故が圧倒的に少ないかなという印象を持っております。さあ、今回このゴーレム1体を使って防衛施設からサイドカあ防衛施設からターゲットを取りながら、ホグライダー3体ぐらいですかね、3体ぐらいで、しっかりと援軍を釣っております。1体多分ベビードラゴンがまだできていないんですけれども、この時点で、ゴーレムかなりターゲットを取ってくれておりまして、やっとね、1体が解けたというところで、かなり長時間、1体のゴーレムでターゲットを取ってくれました。さあ、ここで、ゴーレム残りの2体を投入いたしまして、このジャンプのかけ方なんかね、私すごい好きでした。このジャンプのかけ方っていうのはあえてユニットたちを中心部に入れずに、ゴーレムをこう流していくことによって、防衛施設をね、優先的に壊していく。特にタウンホール9では最近、こうやって中心部に防衛施設がほとんどないような、バルキリー対策を、ね、している配置が多いので、このように災害層をゴーレムを歩かせることによって、ホグライダーをね、うまくこうなんていうんだろう、巨大爆弾を踏まないように、ゴーレムを誘導しつつですね、このゴーレムが最終的にかなり、盾としての効果をね、最後まで発揮してくれているので、さあ、ここでホグライダー、さらにゴーレムがどんどん進んでいきまして、残り11体のホグライダー、もうこの時点で、全開見えてますよね、本当に。で、最後極めつけ、ここゴーレムとホグライダーにかかるようにヒーリングをかけて、追加のホグライダーを出していきます。で、このゴレサンゴレイズの戦術として、結構特徴的なのは呪文がね、ヒーリングをゴーレムにどんどんかけていくんですよね。で、ゴーレムって3体しかいなくて、その3体のゴーレムに、ヒーリングをかけていくのってどうなのって初め私も思っていて、効率的ではないんじゃないかなと思っていたんですが、やっぱりこの縦ユニットとなる、ゴーレムがね、しっかり生き残ることによって、ターゲットが取れて、まあ、引いてはね、そのヒーリングで生き残ったゴーレムたちが、ホグライダーの延命にもつながるという点でね、やっぱりこのヒーリング、中心部でのヒーリングというか、ゴーレム部隊に対するヒーリングっていうのは一つ、かなり効果が高いです。あともう一つ言えることとしては、ヒーリングによってね、ウィザードとかが結構延命したりするんですよね。ウィザードって体力が脆くて、例えば迫撃砲のダメージだったり小爆弾のダメージだったり、そういったちょっとしたダメージの蓄積でね、やられてしまうことが多いんですけれども、このヒーリングを中心部ゴーレムにかけてあげることによって、ゴーレムに追随するその、ウィザードっていうのがね、結構延命したりもします。まあ、巨大爆弾踏んだらさすがにやられてしまうんですけれども、まあ、例えばウィザード等のダメージをじわじわ受けてウィザードがやられちゃうなんてこともたまにあるんですけれども、このヒーリングによって延命していることが多々あるので、こういったね、ゴレイズ系プラスヒーリングっていうのがまた一つ、タウンホール9のスタンダードの中のなのかなというところでございます。さあ、ということでもう一つ見ていきましょう。ケイスケさんの攻めですね。今回は先ほどの、ゴレホグとはまた違ってゴレサンゴレウィズの、バルーンバージョンですね。バルーン14体という、組み合わせとなっております。さあ、先ほどと同様ゴーレム1体にヒーリング1体をつけてね、ヒーリングじゃないヒーラーか、ヒーラー1体、ヒーラー2体ですね。今回ヒーラー2体をつけて、しっかりと、ターゲットを取りながら、ガーゴイル、そして、アーチャークイーンでサイドカットしていきます。で、今回60方向ウィザード使ってない理由としては、これもガーゴイルで、12分と判断したんでしょうね。さらに、ここに大砲があることも考えてウィザードではなく、今回はガーゴイルを使って、しっかり60方向をサイドカットしております。さあ、逆サイドから、さらにゴーレムを投下いたしまして、ここでテスラが出てきてしまいました。これは多分ね、本人も予想外だったと思うんですけれども、ここでグッと我慢して、ゴーレム3体とも展開いたしまして、ここでね、援軍の処理を行っております。
さあここからなんですけれども、この時点でね結構この攻め際どいかなと思ったんですが、ここでなんとレイジを使ってね、壁開けを促進していきます。で、壁を開けてさらに中心部でクエイクを使って、バーバリアンキング、そして、残りのゴーレムを中に入れていき、さらに今回の、失敗点としてはゴーレム1体がねヒーラーとともに、ヒーラー2体とともにね外に残っちゃうんですよね。この時点でねちょっとあれこれ厳しいかなと思っていたんですけれども、ここからのね落ち着いたリカバリーが素晴らしかったですね。さあバーバリアンキングプラスフィスト、出てきたバーバリアンに対してヒーリングをかけて、かなりねあのターゲットを取ってくれています。でこのクエイクをかける位置もすごくうまくて、ゴーレムがさらに奥に奥にね進んでいけるような、位置にヒーリングをかけて、あのクエイクをかけて さらにヒーリングをかけているので、バルーンがね対空砲の攻撃から受けていないので、もうこれクリティカルですよね。本当にすごい、量のバルーンが残った状態での全開となりました。アーチャークイーンも最終的に、ね残りましたし、いやこの戦術はすごいなと、しっかりねリックパートであのどこをどう開けていってゴーレムを進ませていこうというね、プランニングがしっかりされていての、このバルーンの残り方なんじゃないかなと思います。だってこの枠で30枠と、28枠かな、ほとんど60枠ゴーレム2体分を、損しているんですけれども、それでもこの、残りのバルーン数なので、結構やっぱりね、途中のリカバリー、例えばバーバリアンキングのフィストに合わせてのヒーリングだったり、あそこら辺がね、しっかりできていたからこそ、バルーンがここまで生き残ったのかなというところでございます。中心部でどの施設をね壊さなきゃいけないっていうのを、しっかり理解してますよね。あのバーバリアンキングプラスフィストで多分、狙いとしてはね、こういったなんて言うんだろう、バルーンを展開する上で非常に厄介になる、防衛施設を必ず壊さないといけないというところで、まあ、今回の展開の仕方としてはこちら側にね、対空砲とクロスボウが結構固まっていたので、まあ、そういった意味でも、展開の方向としては間違っていなかったんじゃないかなというところで、今回のリプレイこんな感じで終わりたいと思います。タウンホール9の戦術をね、3回に分けて、いろんな戦術別にお送りしていったんですけれども、やっぱり多種多様あるいろんな戦術がある中で、どういった戦術を使っていくかっていうのをまず考える、一つの指針としてはヒーローレベルが、あると思います。今日紹介するゴレイズっていうのは、ナックルとナックルはね結構ヒーローレベルはそこまで高くなくてもいける戦術なんですよね。で逆にクイヒーラバルっていうのはクイーンのレベルがね高くないとなかなかできないんですが、今日紹介したこのゴレイズ系っていうのはその中間かなと個人的には思っております。あのヒーローレベルが高ければ高いほどね、安定して、特にクイーンが、火力が高くなると中心部での防衛施設の削りもね、しっかりと進み具合が良くなるので、まあ、結構ねヒーローレベルによって成功率が、段階的にこう高くなっていく戦術なのかなというところで、まずいろんな戦術を選ぶときにヒーローレベル、あとはやっぱ好みになると思います。どういったユニットをね優先的に上げていくのかっていうのもそういったことを踏まえてね、自分はこの戦術をやりたいから、こういった、ユニットを上げていくなんかいうのもね、考えながら研究するとすごく、クラクラ楽しくなるんじゃないかなと思います。はい、ということで今日は何だったっけ最近ね出ないんですよね本当に。あの自分が言いたいことがねあの口からすぐ出なくなったあの年なのかもしれませんが、今日は、ゴレイズ系の、戦術のご紹介でした。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。今月のエンディング CM、ゲームウォレットのご紹介です。このゲームウォレットサイトとなっているんですが、どういったサイトかっていうとね、アプリの課金を非常にお得にしてくれる、サイトでございます。例えばね、私もクラクラクラロア、シャドーバース、オセロニア、ポケモン GO といろんなアプリにね課金して遊んでいるんですけれども、この課金をする際にねこのゲームウォレットを経由するとなんと 5%、コインとして還元されます。使い方は非常に簡単で、こちらピンクのボタンを押していただくとアプリに飛びます。でそのアプリでいつも通りね課金をしていただくと、なんともう反映されているんですね。交換する際はね、iTunes カードもしくは Amazon ギフトカードなんか自分の用途に合わせて、なんと500ポイントから交換することができるので、まあ、用途に合わせてね、そのまま課金のプラスアルファにしたり、もしくはね、Amazon カードでなんか好きなものを買ったりっていう使い方ができます。ポイントを交換したら、その場でね、コードとして使用できるので、非常にスムーズですね。さらに今回、私の動画の説明欄から飛んでこちらのゲームウォレットに登録してくれた方限定で100コイン分ね、コインをプレゼントしてくれるということなので、ぜひともこの機会にね、ゲームウォレット使ってみてください。それでは、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。